令和6年4月12日、ザ・ Q&A メンバー限定ライブその2です。はい、さやさん、ここでは。はい、今回の岸田首相の訪米について、先生方はどう思われましたかという神奈川県の Y さんからのご質問です。はい、この産経の記事をちょっと見てみましょう。はい、岸田首相、アメリカ連邦議会で演説。引き続き国際問題で中心的な役割をという記事ですが、岸田文雄首相は11日午前アメリカ連邦議会上下両院合同会議で、未来に向けて我々のグローバルパートナーシップと題した演説を行った。日本の首相としては2015年の安倍晋三元首相以来9年ぶり。首相は米国の内向き志向が指摘されていることを踏まえ、世界は米国が引き続き国際問題で中心的な役割を果たし続けることを必要としていると呼びかけたということです。はい、これ昨夜寝ようと思ったらなんか岸田さんのスピーチが始まって、あ、でもしょうがないなと思ってしょうがない、そのままちょっと全部見ましたけども、はい、ちょっとご覧にはまだなってないですか。はい、まだ、はい、おりません。まあ、その他いろいろこう、まあ、ニュース等は出ていますけれども、はい、まず特徴的だったのは、もうとにかくここまでアメリカにもうこびるんだなというのは、もうものすごくはっきりしたし、もちろんね、国権で呼ばれていて演説するんだから、もちろんそれは、はい、相手に沿ったことは言わなきゃいけないんですが、しかしもう上げまくっててですね、とにかくこれまでアメリカという国が世界の秩序を作ってきた、その秩序が今挑戦されていると。で、その問題の一つはね、その国内 の、 その内向きな思想だと、これトランプのアメリカファーストのことを言ってるんじゃないですか。そしたらね、で、このアメリカは自由と民主主義のチャンピオンであって、この国際秩序をこの方向にしちゃったんだけど、すごい皆さんのコメントで、その、アメリカ孤軍奮闘でこの国際秩序を守ってきて、時には、貴重な犠牲も払ったと。しかしその重荷はアメリカ一国がその背負うべきものではないと。で、日本はね、これまでのリージョナルな地域的なパートナーからグローバルパートナーになりましたと、アメリカの。だからもうこれからはグローバルな視点でアメリカと、サイドバイサイド、ね、でショルダー・トゥ・ショルダー、もう横に立って付き添ってね、進んでいくんだと。そのことを忘れないでほしいと。というですね、そういうメッセージだったわけなんですよ。はい、やっぱり非常にその、まあ、それでだから、要するにもう全部、ウクライナはね、アメリカのヘルプがなかったら、もうとてもやっていけなかったんだから、日本はずっとウクライナを、まあ、支持しますと。で、まあ、ロシア、中国、北朝鮮という、まあ、悪い国がいると。ということなんだけれども、で、全部だからもうアメリカのこの見方、世界観、はい、方針、もう全てもう諸手を挙げて賛同し、で、それもこれまでの消極的な地域、そのアジアのパートナーからグローバルパートナーになるって繰り返してるね。これ どういう意味なんだと。どういう意味ですか、グローバルパートナーって、なんか新しい、キッシー語なんですか。キッシー語なんですね。でもグローバルパートナーって言ったらね、それこそじゃあ世界中どこへでも行くつもりなのかと、ね、世界中の紛争どこにでもアメリカと一緒に行くつもりなのかというような印象を受けるわけなんですけども、一言言うとそういうスピーチだったんですよ。で、まあ、最初の導入部分はね、奥さんを紹介して、まあ、この妻を、ね、私が選んだということを見れば、ね、私の判断力がいかに優れているか皆さんお分かりいただけるでしょうとか、愛妻家なんですね、まあ、そういうふうな、まあ、誰か考えて言ってるわけです。それから今映っている宇宙飛行士の、ね、日本人の方2人を紹介してですね、でやはりこのアルテミス計画というもの、かつてのアポロ計画
のリバイバル版でアルテミス計画っていうのがあるんですね、はい、でそれで、日本人を月面に立たせると、うん、そういう計画があるということも言ってるわけです。だそれも明らかにアメリカ側の王が用意した日本に花を持たせるあの話なわけですよ。だからそれであわよくば支持率向上を狙うし、でここまで飴をくれてる、ここで演説させてくれて日本人宇宙飛行士を月面に立ててあげようと、ね、それも言わせる、うん、ということはどれだけ宿題を背負ったかということなんですね。その代わりに一体何をノビタがおったか、うん、出してるのか、でもちろんそれはアメリカが出せなくなっているウクライナへの資金支援ということがまずありますし、はい、それからさまざまなですね約束事がなされているはずです、うん、でその一つは米軍と自衛隊の一体化ですね、ということもあの着々と進んでいると、うん、だからグローバルパートナー、はい、実際ウクライナにもその日本の、うん、いわゆる現役の自衛官かどうかは分からないんですけど、派兵されているなんて話もあるんですか、まあ、噂がありますけども、ただそれをやってたらやっぱりバレると思うんですよね。というような内容でした、はいはい、そして山岡さんの X 続けましょう、はい、日本は米国の地域パートナーからグローバルパートナーとなったと再三強調した岸田首相、それは一体何を意味するのか、締めの言葉は米国が世界で果たす役割に感謝する、徹底した中米演説、はい、そうなんですよ。だからそのアメリカが果たしてもうあたかも本当アメリカが一国でね、あの世界の自由と民主主義を守り続けてね、うん、あの今日に至るんだと、はい、まあ、本当はあちこちでクーデターを起こしたり内乱を起こしたりいろいろやってるんですけど、あの最後の締めがね、あの Thank you for inviting me と、招待してくれてありがとうございますと、それからあの皆さんのこの歓迎ぶりに感謝しますと、そしてわざわざ最後に Thank you for your role in the world、 だからアメリカ世界におけるアメリカの役割、果たす役割に感謝しますと、もうそこまでもう3回もお礼言ってるんですね。もうそこまでもう言うんだっていう、うん、もうね。そしてもう一つこれ、 あのこれは気になってたんですが、うん、同盟国である中国と、失礼、岸田文雄首相が10日の共同記者会見で日中外交に関する見解を問われた際、同盟国である米国と発言すべきところを誤ってこう発言する場面があった、疲れが出たのではなく本音が出たのではないかうまいこれ、ね、疲れた時は本音が出ますもんね。本当にこれだから本音で言っちゃったんじゃないかなって思うんですよね。ミソラみたいな昔のね紅白でね、宮古晴美さんのことをミソラって言っちゃって、あの左遷された紅白の司会を思い出しました。そうですいません、いました、ね、若い人には分からないと思うんですけどね、宮古晴美さんが当時ね引退する時のね、一瞬引退する時の紅白でね、あのね若い方知らないと思うんで、そこでミソラヒバリティかけちゃってね、で、あのもう冷や飯食わされたっていう、かわいそう、それを思い出しました。うん、まあね、うん、一番大事な場面でね、そう、本音が出ちゃう。まあそこはだけどね、名前間違えちゃうとね、まあ加山雄三さんの仮面ライダーより痛いかもしれない、ね。でわかる？わかる？わかんない。だからあの仮面舞踏会っていう歌があって、あれ少年隊だったっけ、で仮面舞そう仮面紅白返しがすいません、でも紅白なんです、ね、そう仮面舞踏会ですって紹介するつもりで、うん、仮面ライダーですって言ってしまったあれはでもあれはまだ曲名の間違いだから、うん、まだまだいいですよ。より心に大きなウエイトを占めてる方が出ちゃうんですね。さあ加山さんの場合は、なんか仮面ライダーって言っちゃいそうだな、言っちゃいそうだな、言っちゃいそうだなって思ってたら本当に言っちゃったっていう。絶対ありますよね。あ、うん、あるある。まあ、でもなんかあの茅ヶ崎に加山雄三さんの銅像が立ったそうです。はい、あ、なんか今見たら、はい、あの河野太郎さんが、はい、あのツイッターで上げてて、いや私あのブロックされてないかなと思って、うん、今ちょっと河野太郎さんの休みの間に見たら、うん、とりあえずブロックされてないで、あれもまだダメですよ先生、それ、うん、あの河野さんにブロックされないと、あの一流じゃない、まあ、神聖の星と見なさい、あの金ピッカのなんかはいはい、そうそうそう、エリキ持ってる、ね、それを、うん、あの
ツイートされてました河野太郎大義士が あの地域だからね。あ、そうかそうか、そうですね、地域的につながりましたね。はいはいはい、つながりました、ありがとうございます。みそら、みそら仮面ライダーそれで同盟国である中国とつい言ってしまうね。だけど河野太郎さんのまたね、端子のね、端子のね、全部中国が伏線となって、さっき平井さんのね話でそのセキュリティクエリアランスね、結局穴を開けた状態でね、みんなが通すと、ええ、こういうことなんじゃないんですか。だから、ね、結局うっかり中国とって言ってしまうというのもね、だそれ以外にそのあんな大穴を開けてセキュリティクエリアランス法を通すなんてあり得る。だからアメリカにしてみればね、そんなセキュリティクリアランスはセキュリティクリアランスじゃないって思いますよ。思いますよ、思いますよ、うん、思いますよ、うん、ますよ。だからアメリカから見たら、こいつら何やってんだと思うし、頼りないなと思うしね。だけど、うん、中国ロシアから見たらね、今回の岸田さんの演説聞いたら、うん、いや本当にアメリカの犬なんだなと思ってますよ、絶対。そうですね、うん、絶対思います。あそこまでこびたら両方から軽蔑されるって、もう両方、そう、両方から軽蔑されてるという状態、うん、だからね、背骨がないからそうなんですよ、そうそうそう、人間に、ね、うん、そうなんですよ。でやっぱりね、あのいつも僕は言ってるけど、あのやっぱり独立しなきゃダメです、うん、やっぱり独立して、あの独自外交、あと独自経済政策を取るって姿勢を持ってないとこうなっちゃうんですよ。うん、本当おっしゃる通り。はい、うん、でこの門田隆昌さんの X22 番、はい、はい、訪韓すれば真っ先に国立研究院に行き、訪米すればアーリントン墓地に行く岸田首相だが、ペリー来航以来の国事殉難者246万6千人が祀られた靖国神社には絶対行かない。他国の戦死者は敬っても、吉田松陰や坂本龍馬をはじめ国事のために命を落とした先人を顧みない首相、靖国参拝を欠かさない高市早苗氏との決定的な違いは国家観。まあ、これ本当にそのアーリントン墓地には行くでしょ。だからあのいろんな日本の政治家が行くときに行きたがるのね、なんかそこで、そこでまあ絵を撮りたいということなんだけど、だけどそれするんだったら、だから日本にも、そういったですね、まあ、国立墓地がないと、だけども、まあ、それに、まあ、該当するところだということで、しっかりやらなきゃいけません、うん、それをしないで、そのまあ、今更敵国とは言いませんけどね、外国のそういうところに行って自国の兵士たちを、ね、祀ってるところに行かないって、それがもう戦後日本の根本的な間違いでしょう。海外から軽蔑されますよ。本当に軽蔑されますよ。されますよ。本当そうですよ。そっから直さないと、ね、うん、戦争に行った人たち、戻られた方、生き残った方もすごくこう恥を忍んで生きるような文化が日本にはあって、うん、まあ、多くを語らず年を取られなくなるってことが多かったんですが、私あの初めて大学生の時にアメリカに行って、で、あとそのワシントン DC にはもうその後行ったんですけども、その軍人さんに対するリスペクトと、はい、退役軍人賞っていうのがものすごく立派であって、はい、あのその後のなんていうフォローや支援っていうのが全く日本とは大違いだなというのは、あの、ね、すごく立派な場所にありますね、ワシントン DC の退役軍人賞って。で、すごく素敵な戦士たちが出たり入ったり、高齢年重ねた人たちが、あので、なんかこうやっぱり国民もあの国のために戦った人たちを常に尊敬敬意を持っているっていうのが見て取れるんですが、そうですね、うん、なんかアルパシーノの映画でもね、その退役軍人の何とかの香りって言って、やっぱりこう、あ、セントオブウーマンですね。そうですそうです。あれでも、まあ、ちょっとそのプライドもあるし、で周りもやっぱりリスペクトするんだなっていうのは映画を、うん、あの、それはそうですね、はい、あ、日本はどうしてもだって戦争中人殺したんでしょみたいなことになるから、やっぱり貝のように口を閉ざしてしまって、うんうん、そうですね、ひっそりとね、そうなんです、切られてる方が多い気がして、うん、日本の政治家なのにいつまでも従軍慰安婦問題のことをわー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 騒いでいますけれども、あの、まあ、そこをつくならば、やっぱりその、当時の法律でも東京大空襲のような空襲っていうのは違法だったんだから、民事で米国政府をぜひ共産党や社会系のなんか左派、あの政治的な左派の人や団体の人は
訴えてはどうかなというふうに思います。なんか国内で騒いでるだけで実際に当事者に向かっていかないっていうのが、そうですね、まあ、卑怯だなっていう感じはしますね、うん、そう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 、日本政府を責め立てたってね、うん、しょうがないっちゃしょうがない、永遠の中二病みたいな感じで、そう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 、出てってやるって言って犬小屋にこっそりいる中学生みたいな感じで犬小屋もう本当に、はい、そしてこの織本辰徳、はい、千葉県議ですね、はい、お隣、浦安の、はいはい、浦安の、はい、一度ねこちらにもお邪魔させてもらったと思いますけど、はい、お伝えしてご案内した、はい、岸田がバイデンに拝謁している時に上川外相はアーミテージや CSIS、戦略国際問題研究所の所長と会見していたそうだ、政府を挙げて国を売りに行っているのか、どんな売国的な密約を交わされられて、交わせられているのか、日本に帰ってこないでよい。いやなかなか激しい嫌疑、うんうん、本当にだから上川さんの役割ってやっぱりこうなるんですよ、うんうん、でだからそのさっき の、 その岸田さんの原稿スピーチ誰が書いたのか分からないけど、まさかシーシスがこの研究所が書いたんじゃないだろうなと思いますけど、そのグローバルパートナーグローバルパートナーって強調するというところ で、 で日本に本当にそんな覚悟と体制できてるのということなわけです。だこれまでは吉田ドクトリンというのは僕はもう徹頭徹尾批判してるんですけどね、この本の中でね、はい、まあ、だから、まあ、岸田ドクトリンというのはもう今度はもう全方位土下座外交なわけですよ。吉田ドクトリンというのはアメリカ追従外交ですから、で、まあ、だけどその吉田ドクトリンの中ではひたすら軍備は逃げたわけです、うん、ひたすらそこはだからもうだから独立もできないんですけど、だけどもうとにかく自前の軍備とか自己完結した軍隊とかあるいは戦力に該当するような軍隊は持たない持たない持たないって言ってですね、まあでもそれからアメリカにずっと占領されちゃうんですけども、でもそれを口実にしてひたすらもう一切のコミットメントから避ける、あもう救助あるしとかって、あもううちできませんできませんできませんって言ってもひたすら逃げるってことをやってきたんですよ、ね、だけど岸田さんはそれやらないって言ってるわけですよ、もうそれもね、だから今度積極的にグローバルに関与してきますって言ってるわけですよ。憲法改正もできてない状態でね。で、ということはもう今度自衛隊の指揮権もね、アメリカ軍の下に入るというような形になっていくだろうと。もともとそういう密約があったんです。1952年の段階で。もともと岸田首相と、じゃなくて吉田茂首相と当時のクラーク大将、はい、そのマッカーサーの後任ですね、との間で口頭密約があって、有事の際は、まあ、当時は自衛隊と呼んでなかったけれども、その米軍の指揮下に入ると、一つの指揮系統に入ると、そしてその指揮官はアメリカが任命すると、そういう密約がなされて、そういう外伝が電報が本国に打たれてるんですね。だからその時からもあるんですよ、密約としてはね。でそれを多分この岸田ドクトリンではそれを公式なものにしていっちゃうんじゃないですかね、うんうんうん、まさにアーミテージさんが今どれくらいのそのなんて力を持っているのかっていうのは分からないんですけども、やっぱり日本が積極的に核武装には反対だけども日本を、ね、ブロックをもうちょっとつけさせてアメリカの、まあ、協力者としてやるように促すっていうのは国務長副長官の時代からずっと言ってきたことですから、そこと今上川さんがつながるっていうのはもう完全にアメリカの期待になることを、ね、そう完全にそうですそうです、この会う人を見るだけでも分かりますよね。自分の国は自分で守るっていうスタンスじゃなくて、うん、アメリカの一部隊として、ね、そうそうそうっていう形が見えるんですけど、うん、平井先生どうですか。まあ、結局今 の防衛体制から言えばね、うん、日米軍事同盟がある以上は、まあ、そういう体験になってるわけだし、日本っていうのがその専守防衛なるですね、奇妙なその防衛と国防をやってるからこういうことになるんですよ、うんうん、だからまずはその専守防衛の否定、それから9条の削除、うん、この2つをまあやらないといけないんですけど、まあ、いきなりはね、いきなりというのはそのいきなりじゃあ日米安保条約を廃棄するかというとそれは現実的でないので、やはり私は段階を踏む必要があると思っていて、まずは今はアメリカではウィークジャパン派が主導を取って政権を取っている、
だから日本をとにかく中国、韓国、北朝鮮、ロシアとアメリカが組んで日本の頭を押さえつければいいと考えている連中、米国人が主導権を持っているんだけど、これをストロングジャパン派が取り返した時にですね、まあ、まずは原子力潜水艦を10隻ぐらい中古の撃ってくれと、はい、そこからですよ。それからミサイルは日本で作れるからね、いいんです。それで本当にね、この今の話聞いてて日本政府の欺瞞を思うのは、ミサイルミサイル言うじゃないですか。ミサイルが飛んできて上空ね、数百メートルで爆発すると何が起きるか、爆風で四股が吹っ飛ぶんですよ。それで爆風で肌が燃えるんですよ。これは防衛省がもうきちんと発表してる。こんなことを全部黙ってて、それでシェルターも何も作らないで、何が国民の命とね、生命財産を守るだとね、本当に今のね、クソ政治家どもはね、欺瞞に満ちててね、だからこそね、選挙しかないわけですけど、選挙で、とにかく今のね、過業化した国会議員ビジネスしかやらない人たちを全部やめていただくしかないというふうに、防衛の話を聞いてても思いましたね。そうですね。そういう今平井さんから指摘になったような、このやるべきことをやってない状態でグローバルパートナーと、我々は今日本はね、アメリカの隣に立ってショルダーとショルダーでね、一緒に歩んでいきますと。そのことをどうか忘れないでください。そんなこと自分たちやるべきことやらないでそんなこと言ってね。それでやってることはね、経済面から言ったら日本企業の身売り推進じゃないですか。そうです、日本売りがねグローバル化だと思ってる、なんていうかな、バカがはっきり言って、そのバカが岸田文雄なんですよ。だからグローバルパートナーっていうのは、だからその日本企業を売って日本の金融資産をアメリカの投資会社に、ハンドルさせると。そうですよ。それのグローバルパートナーっていう意味なわけ。そうで、アメリカのね、そのファンドが損したら残念でしたね、今まで貯めたお金はパーですと、そういう話ですよ。そういうことです。そんなね、こんなバカな話がね、世の中のどこにあるんだって話なんです。でそれをね、得意満面でね、やってきちゃったわけですよ。ニッコニコでしたね。ニッコニコでしたよ。すごい嬉しそうでしたね。ここのところ見ないような顔してますかね、今。なんか見たことない。で奥さんとはね、新浪剛志さんがいてね。新浪もついてったんですか。まあそうでしょうね。なんていうかな、新自由主義者ですからね。そうですよ。声がでかいだけは取り柄なんだけどね。いやー、そうこうしてるうちにですね、韓国で与党が惨敗しました。はい。はい、この日本にどんな影響があるでしょうかというご質問があるですよね。はい。門田隆昌さんの X です。韓国の総選挙は野党共に民主党が170議席以上獲得することが確実で、ユン政権を支える与党国民の力は105議席程度の惨敗に。ユン政権を支えなければならないとあらゆる問題で譲歩してきた岸田政権、日本がどんなに譲歩しようが選挙でユン政権を勝利に導くようなことはないと予想した通りに、通貨スワップ再開やホワイト国復活などを推し進めた新韓派の皆様、コメントを。ということ、あと平井さんのね、ホワイト国に無理に復帰させた。韓国の総選挙で極左が勝てば懸念国に復活水素が流れ、核兵器の生産が再開されるだろう。通貨スワップ復活もあだになるだろう。半導体での協力も止める必要がある。これだからリスク感覚のないものだらけの美韓議連はダメなのだ。もうそれの通りですよ。結局ね、もっとはっきり言うとね、何代か前の出自もね、国籍も分かんないような人たちがね、バッチつけてやってて、で先祖のね、地のためにですね、先祖出身の地のために一生懸命やってるわけですよ。これこそね、だから僕はもう何度もこの番組で今日言ってますけど、全員やめてもらわなきゃいけないんです。選挙で落選してもさせなきゃいけないんですね。でね、この、岸田さんがワシントンポストのインタビューに答えたのかな、でその中で、このユン大統領のことをですね、自分に対してその約束をたがえたことがないと褒めたたえていたんだ。また褒めるんですよ。そうなんですか。でそれね、そういうのを聞いて実際に確認しました。ワシントンポストの記事を見て、本当にそう書いてありました。だから
うん、そんなこと言ったって、はい、実際には裁判所に預けた預託金ですか、を没収されたりとかっていう、実害が生じているわけであって、はい、そしてどんなにその持ち上げてですね、平井さんがここで言ってる通り、その無理やりホワイト国に復帰させたりなんだりして気を使ってですね、有事の時には一緒にやってもらおうとか言ったって、選挙一つでこうなったらまた真逆になっちゃうんですね。そうですよ、また元に戻っちゃうのかな、また元に戻るでしょうね、この流れでいったら、うんうん、そうだから韓国は韓国なんですから、はい、うん、だからその前提でいなきゃ、原則、こちらは原理原則を貫かなきゃいけないってことなんですよね、はいはいはい、考えると今回 の、 その日米首脳会談にしても、その任期がお互い微妙な、あの、ね、岸田さんだってもうすぐ、ね、あの総裁選が秋頃とかっていう話になってるじゃないですか、9月頃っていうことだし、それから、ね、トランプ大統領に代われば、まあ、バイデンさんがこの期間にどんな約束をしても、まあ、微妙じゃないですか。なんか何のための訪米なのかなっていう、うん、でもここでだからいろんな約束を決めて固めちゃうと、固めちゃおうと、うんうん、アメリカは決めて固めたいし、岸田は安倍さんに対するコンプレックス、拭いがたいコンプレックスをなんとか払拭したくてやってんだけど、うん、安倍さんとは真逆の方向でやってるから売国が加速するだけなんですよね、うんうん、でもまあ岸田さんにはっきり言っておきますけども、天地がひっくり返ってもあなたは安倍さんには及びません。はいはいはい、というわけで、まあ、今回の、まあ、議会演説を聞いてですね、本当にもう、もう殴られても蹴られてもね、鼻血出しながらもついていきたいんだなと、うん、そういうことはよく伝わる演説でしたね、はい、はいはい、ありがとうございました。この後は、この後は、言論規制のないダイヤモンドクラブのライブとなります。ダイヤモンドクラブにご移動してご覧ください。はい、Q&A 最後までご視聴ありがとうございました。また来週お目にかかります